はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、バンプ高校の佐久山ですね、野手でやっていきます。で、ボーナスの方は自分はこんな編成にして、で、まず不動の4番特攻の金徳ですね、これミオちゃんからもらって、あとさよなら男とアイコンタクトをこの2人で取って、あとは上り竜をミサちゃんで取って、外野で来て高速レーザーをシナリオ金徳で取って、内野アンダーオーもシナリオ金徳で取っていきます。あとアンダー製造機をチーちゃんで取って、トリックスターをミッキーで取って、一番槍を、甲子園優勝のシナリオ金徳で取っていきます。で、ここでの、ポイントは、まず内野アンダーオーですね、これがオーブの種類によって、まあ、ちょっとランダム性がね関わってくるので、オーブは5種類全部揃えます。じゃないと高速レーザーが取れないので、で、かつ、内野安打王は強奪が多いと確率が高くなるので、強奪を3回やって、あと1種類ずつというような感じでやっていきたいと思います。じゃあ最初はね、意外にね、そう、評価今回ね、監督の評価を気にしたくないんで、意外にね足りなくなるから、監督評価はもう気にしない。これでミサちゃん上げていきましょう。で、練習で別に経験点を稼ぐようなタイプではないので、強奪の経験点を上げるために基本的にはまあ打撃かな、打撃の練習を中心にやっていきたいと思います。で、最初の吸血に関してはまあやっぱりちょっとランダム性がかなり関わってくるので、強化とかだったら経験点になるんでいいんですけど、まあ、そこは来たやつをやっていきましょう。で、まずは彼女キャラの評価、これは大事で、ミサちゃんとかね、特にお守りを持ってきてないんで上がりが悪いんですけれども、ちーちゃんの確定モテモテが早めに来てくれると楽にはなるかな。うん、ちょうどメンタルにいるし、ここはやっとこう。初期段階の刺激とかね、もうほとんど意味ないからね。で、そろそろ調整をしないといけない。監督それで99か、まだ。みよちゃん魅了どうする？メンタルがいけるはずなんだよね。メンタルがいけるはずなんだけど、魅了しちゃう？ミオちゃんあたりを。いねえし。そもそもいないっていうね。どうしよっか。メンタルは大丈夫なはず。一回メンタルやっとくか。あの、最短でやる刺激になったし。あ、確定モテモテが来た。早めに来てくれると本当助かる、これ。しかも大丈夫か、来てんだけど。あ、特殊能力にしとけばよかったかな。でもまあ最初だからか、体力も減ってたし。で、吸血しよう。これも吸血せざるを得ないんで、ミオちゃんがいるね。ちょうど筋力にミオちゃんがいるからやっとこう。ちーちゃんもいるから経験点は上がりそう。筋力中心にやっていくか。じゃあ打撃中心がいいかなって思ったけど、フラッとやっておくと助かるは助かるんだよな。やるか、強化上げも兼ねて。来ない、追加が来ない。で、ジンクスさんも真ん中、こいつろくなイベントがないからな。で、筋力やって、で、次の吸血は11月の1周にかぶるようにやります。これ何、どっちがいいの、かくれんぼ。で、監督評価も上がって、チームメイト評価も上がって、チームメイト評価そんなに気にしなくて大丈夫だから。で、その11月の一瞬になった時の極限で何が来るかっていうのが割と大事なんで、そこは調整したいよね。調整したいけど、
メンタルをやらざるを得ない。吸収なれ刺激かよ。隙をついて奪い返す。一応体力は上がった。ここで回復するのか。でね、もう一回いけるはず。メンタルが、メンタルがもう一回いけて、普通の練習もいけそうだな。普通の練習もいけそうなんだけど、ミュウちゃん来てないな。魅了、ちょっと待って、もう魅了せざるを得ないか。魅了はね、女の子2人が来てば、それなりの経験点にはなるんで、まあもちろん3人いるとね、さらに経験点は上がるから、いいんだけど。で、これもやる。やらないと死んでしまう、そもそも。308。まあいいか。みよっちゃん魅了処方。もう乗ってるけど。でとりあえずミサちゃん来てくれたんで OK です。意外性、もう意外性は取るか。怪我しにくさは2段階骨だからね。でしょぼ骨は例によって取っておきますか。代打はねミオちゃんが来る可能性があるから置いとこう。少しでも経験点、経験点がむちゃくちゃ稼げるわけじゃないんで、なるべくまあコツもありつつ特殊能力は回収したいというのがあります。であとはちょっと、まあ、メンタル結構経験値でけえな。やろう。で精神筋力をじゃあ中心にやるか。でこれ上でいいや、まあ、どっちでもいい気がする。コツが違うのかな、よくわかんない。違う、人気者になったな。でも人気者は人気者でメートル増えるよね。で刺激の吸収、武田の評価上げとくか。武田くんとかがよくわかんない。無の境地、まあ、これが金徳ですね。武田君結構あれが多いんだよね、イベントが。でコツをつかみたいよね、結局コツが必要だから。でもコツが欲しいんだけど、コツが欲しいんだけど練習レベルを上げとこう。やっぱりあまりばらけすぎると練習レベルが上がんなくなるんで、ちょっと今回は練習レベル上げを優先する。でスタートダッシュ、こっちでトリックスター。で確定なはずなんで、まあんまり気にしなくても大丈夫。残りまだまだあるね。ろくなもんがないな。ろくなもんがないときはデートをする。そうか、みおちゃんまだ来てないのか。吸収の使いどころがちょっと難しいよね。体力が減ってないといけないんだけど、告白が来た。結構ね、体力はデートとかもする関係であまり減らないんだよね。ここ強奪にしてもな、もう1レベル上げたいから吸収早めに終わらせちゃう。だってこれ吸収ってさ、体力マックスでいくつなの。ここやって吸収、ちょっと吸収にしておこう。で体力を減らしておく。今回の目的はそれ。一緒に読もう。で佐伯さんはもう2回目で終わらせちゃうんで、まあ、それは楽かなと思います。252、まあいっか、そんだけあれば。でもうここで下にします。お姫様、これでアイコンタクトでクリスマスで代打で代打を潰す。能力上げはどうしようか。まだいっか。
て監督ちーちゃんなんで、ここ攻めて3にしたい。3にしても結局練習にね人がいないとね、強奪できねえから、一応2つレベルを上げていく感じでいきます。ミサちゃんにしよう、強化が上がりそうで、ここら辺はいつも通り経験点を回収していく。悲しすぎる。でもまあミオちゃんの代表は悪い影響が大してないから、そこは助かるんだよね。じゃあデート進めていきますか。とりあえずミオちゃん、ミオちゃんはバレンタインイベントも経験点高いんで、ミオちゃんの評価上げていきたい。まあ選手キャラだからね、勝手に評価上がっていくんだけど、でタッグとか来てるけど、まあ別にって感じだよね。スカウトさん評価、スカウトさん評価上げよう。ちょっと強化か吸収か、か強化はまだやってないよね。強化やっとこう。じゃあこっちにして強化にする。でそこからデートでゲージを調整する。一応見る、強奪吸収、強奪吸収だったらデートして、ミオちゃんとデートしてゲージ調整。で来たでしょ。で吸収して、吸収っていうか吸血して、吸血と吸収が毎回ごっちゃになる。肩だなこれは。もう筋力とか溢れないよね。全然使ってないけど、ちょっと弾道2は欲しい。一応 C まで行くとボーナスがつくんで、まあ、ある程度経験点をさばくという意味で能力は上げていきたいんだけど、パワーは C ないとちょっとホームランが打てないっていう、かなり打ちづらいかな。まあ、D でも持っていけるっちゃ持っていけるけど、安定度を上げるためにパワーは C 欲しい。でツボ剣はやる。からの、まあ、筋力レベル上げてこう。スカウトさん評価も上がるし、であと何を、刺激、刺激にして、で最後強奪を連発していけばいいかな。違う、刺激を最初にやったんだ。1234、あと強奪か、あと強奪を3つ。強奪が来たらちょっと強奪にしよう。4レベルまで上げたいな。じゃあでゲージを見ながらちょっとやっていかないといけないんで、闇に生きるもの、これどうする。人助けならいっか、一応進める。じゃあ強奪がねえんだけど、練習をしてしまうとちょっと厳しいよな。ちょっと練習はやめてデートしよう。デートも進めていかなきゃいけないから、今回は金徳を取る都合上デートも完走させたいんで、闇に行けるもん、これ何だっけ。何がいいんだっけ。刺激、なんかコツくれ。盗塁アシスト超いらねえ。やばい、ないないから、1回デートして1回デートして練習できるから、アーティスト、あこれなんかなるかな。ちょっと強奪があるか確認しよう。これは昨夜が強奪だな、やろう。昨夜のあれなんて見たくないけど、さようなら。君は役に立ったよ強奪で。で、あいるいるいる、504、これでかいよね。で、佐伯さんなんか変なコツは持ってないはずだから、粘り打ちちょっと取っとこう。コツを掴んだやつは回収しとけば大丈夫だよね。打球伸びはアイコンタクトも取っておこう。ちょっと結構経験点があんな、結構経験点があるんだけど、ちょっとパワーを C にしとくか。
して、守備移動。最後、佐伯さん、総力ブーストくれんだっけ？あと、必要なのが、必要なのはもう忘れないうちに回収しておきますか。本塁生還と固め打ちが、特攻。固め打ち、どこだ？固め打ち。で、野手も見ておこう。野手は打球反応と、あとはバント。バント封じね。よし、じゃあこれで吸収しちゃいます。はい。あと3つはもうそのまま。で、大番狂わせ回収して、無の境地。これは勝手に進んでいく。で、強奪になってるから、なるべく強奪は外したくないんだよね。外したくはないんだけど、なんか強奪が来てないからね。シャッフル7ターンか。まあ、いっか。いや、怖えな。いや、レベル上げよう。4。4を目指す、まずは。これはトリックスだ。あ、そうか、ミッキーのやつって選択肢最初あれに、あ、強奪来てるね。これで強奪にして、あとは、まあ、デートで調整。上がんないかな。まだ上がらんか。一応見つつ、メンタルはやったら強奪が外れちゃうんで、ここはデートしますか。じゃあちょっと、一応ミサちゃん。大丈夫だとは思うけど。乾燥しないことはないんで。とはいえ、上り竜は確実に取っときたいから、先に上り竜も回収しておこう。まあ、そもそも最後にミオちゃんが絶対くれるかって言われたらそこは分かんないけどね。どうしよう。これいけんな。筋力。上がれ！レベル上がれ！でね、人がいないと意味ないっていうね。あ、そうか、ちーちゃんもあれだよね、くれるかどうか分かんないからね。結構不確定要素は多いよね。ほんとみおちゃんコツくれるし。お、いるいるいる。672。内藤さんはハワヒが欲しいんだけどな。ミートは C にしておこう。とりあえずこれで一応ボーナスがつくといえばつく。4番は最後こう作れるでしょう。一発逆転。なんかね、普通の雑魚っちいやつらもコツ持ってたりするからね、まあ、全部把握するのはさすがにめんどくさいんでやらないけど、あとは逆境を取って大番狂わせ取って、パワーヒッターもコツがあるから置いといて、怪我しにくさじゃあ1段階取りますか。これで、溢れないは溢れないよね。600だったら300、300とかになるはずなんで、溢れないはず。チャンス。おー、パワーヒー。じゃあパワーヒーはもう取っちゃうか。で、これ他の方法試す。これで、さよなら。で、武田君は何気に、コツで、普通のさよなら男持ってるんで、まあ、まだちょっと置いとく。で、これでアチスト取れば、結構筋力は大丈夫。で、そう、能力が上がると、一応ボーナスがつくんで、まあ、投手のね、特殊能力を取ってってもいいんですけど、それどっちがいいんだろうね。やっぱり直にメートルを上げてった方がいいのかな。これ何がいい。タイガーアトラクション振っていくと、ちょっともう分かんねえ。何くる。アベレージヒッターも作れるんだ。やった。これ優しく教えてほしい。頼むよ。おお、いいね。結構ミートの子作れるのかなりいいよね。無の境地。一応くれ。なくてもいいけどくれ。チャンス取るか。勝負し。安打製造機1か。まあいいや、取っちゃおう。
で不動の4番で結局筋力はまあ使うんで、ある程度は残しておくけど、溢れないようには注意しとかなきゃいけない。2が取るか、じゃあそれなりに筋力使うから。であともう一個も確率を上げるためにやっぱり吸収じゃなくて強奪にはしておきたい。まあ強奪だとねコツ取れるからね、相性はねいいと思う。柵山にはじゃあちょっと進めるだけ進めちゃうか。体力もそれなりに減ってるし、こいつさなんか結構金使う場面多いけどさいろんな人のイベントでどうなってんの、お小遣い制なのかな。だって高校生でしょ、で野球部やってるってことは、まあ、バイトはしてないよねどう考えても。だってバイトをするサクセスだったらバイトのコマンドがあるから、大学のサクセスとかね。仕送りだけ、仕送りっていうかそもそも実家なのかどうかすらもわからん。高校生で経験点はいいんだけどな、変えたくないんだよな。高校生で一人暮らしってなかなかないと思うからね。どうしよう、パワービーム投げちゃうか。で練習回数的にはあと2回はできるけど、これコツもあるしな。強奪はまあ2個あるっちゃあるけど、強奪がなかなか来ないからね。これ多分編成的な問題なのかもしんないけど、よくわかんないそこらへん。いやーワンチャン狙うならだってこれだよね。でコツもらって総力コツいらん、もう今となってはいらない。でまたちょっと戻したいんだよ、戻したいんだけどない。ミオちゃんデート一回挟むか。そう結構早く終わるデートは、だから3人でも問題なさそうだけどね。なんかある、手伝う、これ変わんない、ない、強奪がない。強奪がないんだったら強化が安定だよね。経験点的な話をするとイベントで変えられるんだったらイベントで変えたいけど、それは来るかどうかがわからないんで、スカウトさん評価も上げつつ強化にしとこう。なんかイベント来い、変わるやつ。なんか来たちょこれマジでやろう。最終的に強奪になればいいんでしょ。判定結果は結構分かれるからな。強奪ない、これ夜型で強化になって、あとは変わんない方向にしていきたいんだけど、ミサちゃんの強化が下がっていくな。まあいっか、ちょっと夜型、いや待って、吸収これ普通にしとこう。ここは特に経験点とか何にも変わんないし、で興奮するにして吸収になって平気にして、ミサちゃんの評価がちょっと下がる。あ、下がんなかった、やる気が下がっただけだった。で吸血しちゃおう、157とかしょぼい、誰でもいいや、ここでいいや。限界に来た、ナイアンダホーが来た、高速レーザーも掴んだ、 OK、 たまたまだな。ここでちょっと、ここで来いよこれ確かあるはずだよ強奪が。いや分かんねえ、相談でしょ、どこだ、これ結構多いからね。あ、ないよこれ強奪。
矢部君だとそうか、ハイボールヒッターくれんのか。ハイボールヒッターコツつかんで取っちゃうか。よし、これでいこう。ちょっと多分使わないと、そうそう、経験値がまずい。精神がやばくなってる。精神って登り竜取っちゃうか。あとは高速レーザーもまあそれなりだよな。ハイボールヒッター、チャンスメーカー。あと強奪でどん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 コツを回収していく。コツ1で 30% 引きとかだっけ。だったら経験点取るよりさ、毎回毎回もう吸血しまくるっていうのもいいんじゃない。とりあえずだ、そうないんだよ。はい、魅了、練習、強奪がないんで、ちょっと投手いきますか。打たれ強さ、タイピンもいけんな、クイックもいける、回復、あんまり技術は使いたくないんだよね。危険性で、これはポーカーフェイスの方が経験点全然安いからね。重い球、尻上がり、根性、緊急登板もいっちゃうかどうしようか。ちょっと見よう、下の方、縛りむちゃくちゃ使うな。速球対抗心、筋力あるし持ってくか。で前回も行こう。でアウトローで制圧も意外に安いね。よし、こんな感じで、じゃあどうする、練習で経験点稼ぐか。これどうすればいいんだ、わかった。確かなんかそう、魅了になるんだよね。でも下にするとミサちゃんの評価下がっちゃうから、それはあんまりしたくない。スカウト評価上げてこう。メンタルはしょぼい、全く上げてないからね。あ、強奪来た、やろう。だとコツ掴んでこう。もう一回極限にしてコツを回収して、経験点も回収しよう。で大丈夫だよね。じゃあ試合はサクッとやっちゃいます。で甲子園をね、優勝しなきゃいけないっていうミッションも残ってるんで、でもう一回だな。強奪はないんで、強奪がないからデートも終わってるし、さてどうしよう。ミサちゃん、そういやいなくなってる。そういえばそうだった。やる気でも上げとく。チームメイトと遊んで、ほら頑張れ。試合には勝たなきゃいけないからな。これで吸血ができる。どうする、佐伯さん、皆川くんってなんかコツ持ってるのかな。ここ500取れんのか。昨夜何持ってたっけ、佐伯さんって。まだコツあんの、取れるやつ。672ってことは300くらい取れるから、敏捷が来たらまずいな。敏捷系取るか、アウトフィールダー、サイン察知、いかんせん技術がない。一層取るか、これでいいでしょう。で技術来てほしいんだけど、技術をもらいたい。経験点で内安打、技術来た、やった。さてここから、じゃあ内野安打は回収しよう。内野安打王が安く取れる、やった。じゃああとは武田からちょっと伝説のさよなら男用にコツを回収するか。こんな時に喧嘩するんじゃねえよ。まあいいけどさ、伝説のさよなら男まだ取ってないよね。取っちゃったんだっけ。あ、残してあるよね。吸血はまだできない、吸血はまだできないから、ちょ頑張ろう。あのチームメイトには頑張ってもらおう。ちょっとでも減ってればいけるよね。
ゲージがね。あ、できる。武田が一回一応見よう。いる。じゃ、ミオちゃんだな。ミオちゃんは持ってないはずだよね。もう。いっか。あれ、どこだ？どこにいるんだ？守備か。経験点28だけどさ。コツをつかむっていう意味では、大丈夫。さよなら、男。しかもめちゃくちゃつかめるし、やった。これで経験点はしょぼいけど、経験点の軽減量を考えると、強奪してよかったっていう、そういう感じ。だって100いくつだったもん。100いくつだったやつが62まで下がってるから。でも極限まではさすがに持っていけないからね。高速レーザーか、となんかレーザービーム持ってるやついねえのかな。ちょっと見てみよう。チームメイト。こいつら、アウトコースとか持ってんだ。矢部くんは、そういう系持ってんだね。ミッキーもそうか。武田。意外にいろんなの持ってたな。ちいちゃんのやつももうアベレージしても取ったしね。梅村くんも持ってねえか。もうさすがに、ヘスラとかなんかしょっぺえやつしかいないよね。カードラック。冷静なって持ってんだ。寺田くん、ヘスラ、ヘスラ。あ、ダメだ。高速レーザーを持ってる奴がいないってことは誰だ。なんか、だから宮川くんがいたら回収するか。初級、あ、初級も結構いいかもね。軽減量的な話をすると。昨夜いたらちょっとチェックしよう。これひどくない？めちゃくちゃ集中しよって9回でさ、めっちゃ点取られたんだけど、なんなのこいつら。第3球を投げました。オッケー。これが伝説のサヨナラ男。7対9。危ない危ない。で、吸血はまだできないからなんかしなきゃいけないんだけど、何もすることないからもうチームメイトの評価を、じゃあやる気を上げまくる。でここもそういや固定だったよね。で精神が少しあるのか、ちょっと投手見てみようか。なんかあるか。縛りは重いよな。順の先制ストライクいいかもね。経験点的に安全圏もいいじゃん。あ、緊急突破取るか。投手はだってポーカーフェイスと勝ち合ってるから、回復を取っておきますが、若干あれが怖いな。不動の4番用が、まあ、こんなもんで置いとこう。で最後にコツを回収して誰からコツを回収するか。みんなが名前忘れちゃって、誰だっけ、なんかいいやついたよね。まあ昨夜でもいいって言ったけど、宮川くんでいいんだっけ。アウトコースリベンジ、まあどっちでもいいよ。宮川くん一番下か。皆川もいるし紛らわしい。矢部もいるのか。あ、でも経験点112取れれば全然いいじゃん。ちょうど筋力のところに来てくれたからか。やろう。くれ。初級リベンジ。ありがたい。じゃあ最後。ここは、アーサーとの勝負。アーサー俺嫌いなのよ。まあ、結構何回も言ってるけど。トリックスターじゃあ取るか。打開も取るか。打球伸び1段階も取ってないけど、技術が若干厳しい。リベンジいいね、安い。で高速レーザー取んなきゃいけないのか。で初球取ろう。よし、これでエピローグ経験点はね、ミサちゃんすげえいっぱいくれっから、不動の4番用は大丈夫だと。不動の4番をそもそもくれんのかっていう問題があるけどね。お待たせいたしました。点取られてるし、いや俺のバスター、うわっ、ストレートだったか。いった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 。バスター打法見せてやる。
これでホームランに持ってく。ワンアウトランナー二塁という場面のと第2球投げた。え、俺エクスカリバーマジで打てないんだよ超苦手。まあ、とりあえずね、ここね勝ってくれればいいから。いや、ポテンだけど、よし、出した。1点取って、取れない。ああ、ランスオットに勝ってる。追加点のチャンスです。ワンアウトランナー一塁二塁という場面。おい、ストレートかよ。今日はツーランホームランを打っています。投げた。これ今ボール球だったよね。掴みました。バック。よしよしよし、耐えた。俺はしょぼかったけど、49しかもらえねえし。勝てばいい。一番やる。意外にスカウトさんおったからね。でみよちゃん力が入らない。悲しい。最後の最後に。結構確率は高いんだけどね。で対左も取れるんで。でここで総力ブーストくれるっしょ。リベンジくれるんだ。そういえば忘れてた。経験ってはまあ1万ちょっと1万2000とか行くときは行くけど。でここで不動の4番が取れなかったのが痛いから、取れるものだけ一応取っていきますか。気分屋取ろういつもは取らない気分屋一番やる。総力ブーストも取って、これでまあそれなりの経験点はさばけたんで、足的な話をすると盗塁走塁送球はちょっと置いといて、精神があるね。精神がともひたすら取っていくだけなんで、高速チャージ、いぶし銀、追い打ち、あれを取ろう。競争心、これ結構精神使って他のものは使わない。ラッキーセブンも良さそうだな。臨床なんだね。速攻取るか。あと窮地、あとはもううまく取っていくだけなんで、うまく取っていくだけなんでって言っても少し余ったか。こっちはもう取れないよね。じゃ取れないから開けられるものが特にもうない。まあ、いった。これでもう君は別にいらないからそのまま S6。 能力はやっぱしょぼいよね。でも何回かはやってあるんで346m。これで不動の4番が取れればもうちょっと伸びるけど、まあ、400はちょっといけないよ。400はいけません。370くらいがあるんで、で現在のちょっと投手はやってないけど野手のベストが 379m です。これ同じ編成でやって不動の4番も無事取った時のメートルなんで、まあ、野手はとりあえずこれでいいかなというところです。じゃあ次は投手の方を育成していきたいと思います。まあ、そんなわけで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。